皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は静岡県立伊豆中央高校、こちらを紹介します。伊豆中央高校は普通科の学校です。定員160名で、今年の入試の倍率は 0.94 倍でした。他の普通科の公立高校と比べて、県内の国公立大学の進学者が多い、割合が多い、こういう学校です。年間6回の面談を行って細やかな指導を行っているそうです。また全員が、スタディサプリという勉強のアプリですね、この動画の講義を利用することができるようになっています。で、進路の割合なんですけれど、国公立大学の進学は全体の 23.7%、 私立大学への進学割合は 63%、 そして短大へ進学する人は 3.2%、 ね、専門学校へ進学する人 4.8%、 このような割合になっている学校です。伊豆地域の中堅のちょっと上位にある、ね、普通科の高校、それが伊豆中央高校です。今回も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。